議員にね、言います。あなたね、この議会であなたのことをその特定理事会長の何々って呼ばれとんだけど、ご存知？高木議員、教えていただけますでしょうか。岡村議員。ポチってポチ、なんであなたのことポチって呼ばれてる。委員長、高木議員。それは私の心が弱かった、不甲斐なかったからだと思います。岡村議員。なんでポチで、こいこいって言ったら来るで。なんで、私意味わからんねえけど、ポチで、ここ俺ワンマン、なんでポチって呼ばれてるの。委員長、高木議員。私の意志が弱いからだと思います。岡村議員。ということは、あなたはこの自治会長の言うことは何でも聞くということ。あれ、意志が弱いというのは何でも言うこと聞いてきた、これからも聞く、そういうこと。委員長、高木議員。抗えなかった、なかなか私一人で抗えなかったという結果だと思っております。はい、岡村委員。あなたはポチを認めるんやね。ポチを認めるんやね。委員長、高木議員。私の心が弱かったということを大変反省いたしております。岡村委員。ポチを認めるんやね。心が強いか弱いかって聞いてないよ。あんなポチって呼ばれとんねやで、ポチは何のやと。何でも言うこと聞くんやと。なあ、そういうことを認めるんやねって私は質問してるんですよ。委員長。高木議員。私の在り方がそのようなことを言われるということにつながったということを、強く自戒をいたしております。岡村に認めるんやねって聞いとるんだ。そういうこと。委員長、高木議員。認めたいとは思いませんけれども、ただ私の今までのあり方がそのような言動に、つながったということをしっかりと反省しないといけないと思っています。岡村委員。何という日本語。認めたいとは思いませんけれども、現状はそう取られても仕方ないと、こういうこと。何という日本語か、あまり理解できないな。